今日武田さんちょっと不機嫌じゃないですか。そうですね。なんかありました最近。いや、なんかインスタグラムで、うんうんうん、僕とまんまのアイコンと載せる投稿とか似てるものがありまして、うん、まあ簡単に言うと偽アカウントみたいな。まあ僕のではないですね。びっくりしました。え、それ結構激おこぷんぷん丸な感じなんですか。怒るとかじゃないですけど、何をしたいんですかというか。大変なことが起きましたよ今村さん。本当にいや、ミスアカウントを作っていただけるってことは、それなりに今まで頑張ってきたものがっていう感じなんですけど、うん、それはそれでありがたいんですけどね。真似するというか。そうですね。でもやり方はちょっと違うのかなというか、うん、あの僕の、まあ、ファンの方というか、そういう方からも直接 DM もらったりとかしてたので、どうしたらいいんだろうっていうのはありますけど、まあ、あれですね、今回の動画はあのこの動画を見ていただいている方々に向けて、今村たける偽アカウントが発生しておりますと。まあ、そうですね、言ったら偽アカウントですね。で、今村たけるだと思ってフォローしてしまうと、うん、なんか DM が届くですよね、その偽アカウントから。だからその DM 届くんですけど、そこに書いてある URL は間違ってもクリックしないでくださいと、はい、いうことですね。と、その偽アカウント自体は、今村たける本人は全く関与しておりませんと。はい、知りませんでした。全く知らなかった。見つけてもらってよかったよ、うん、本当ですね、ありがたいです。ありがとうございます、送ってくれた方。そうですね、まあ、あの僕もあのアカウント確認しましたけど、あの鍵アカウントになってて、うん、ちょっと中見れなかったんですが、あの投稿の内容も全く同じ、うん、アカウントのトップ画も全く同じ。ただ違うのは、アカウント名の最後にアンダーバーがついてるっていう。なんか、うん、書いてましたね、うん、僕もはっきりは覚えてないですけど、うん、でもついてました、先ほど調べたら。はい、なので皆さん間違ってもあの今村たけるのアカウントは今も健在に動いておりますので、はい、間違ってもあの偽アカウントの方をフォローしないようにということと、はい、誤ってフォローした方は、フォローの解除、DM が届いても、その URL は閉じしないでくださいと、うん、いうことで、まあ、そのね、偽アカウントをやられてる方が気になるのであれば、それはそれで仕方ないですけど、はい、まあ、できれば、ね、解除してもらって、なんかいいのか、本人のね、こう今村たけるの本人をフォローしていただければと、はい、いうことですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい